マインツが元オランダ代表 FW ・アーマル・エルガジ28との契約を解除するようだ。イギリス BBC が報じているエルガジは15日、イスラエル・パレスチナ戦争を受けて SNS でパレスチナ寄りの投稿を掲載。現在はその投稿が削除されているが、マインツが求めた謝罪に関しては応じなかったという。エルガジはクラブ幹部に対し、 あくまで戦争による犠牲者に平和が訪れること、人道支援があることを望むと述べるに止まったという。その結果、17日にはトレーニングと公式戦出場から除外されることがマインツから発表されていた。マインツはもともと、ユダヤ人のオイゲン・サロモン氏らによって創設されたいきがあり、イスラエル寄りのクラブと言える。その点からもエル・ガジの投稿が許容できなかったのかもしれない。 PSV を8月1日に退団していたエルガジは同月23日にフリーでマインツに加入していた。